プラチナ教えてほしいポイント。自分的にウルトさで負けた気がします。ウルトを我慢するときと迷わず打つときの判断基準的なものを教えていただきたいです。 OK 任せろ。鈴ないから正直ここで立ち回るのは危ないよけど、あ、これ切り壊れるんだけど、やっぱ TP さ、焦って使うと思ったより近いところに TP するから、ちゃんと落ち着いて TP 先を見ましょう。で、最近勝率6割のキリコの太陽さんから言わせてもらうんですけど、こういうサイド取ってるソルジャーとかと一緒に詰める方が俺は強いと思う。正直ここら辺もバティストに任せて、バティストがきつくなりそうだったらカバーしてあげるみたいな。いい感じ。そう、このサイドのソルジャーを手伝う。最初やってたあのサイドの動きがすごい良かった。正直バティストでヒール足りるんよね、シグマをカバーするの。なんか本当にきつい時、基本の構えとしてバティストで十分なのヒール。だからバティゼニとかバティラリーとか存在するわけよ。普段のメタ通りの構成だったらゼニとかイラリーはこういうサイドのやつをケアする。で、本当にきつい時は一緒にシグマをケアするみたいな。なんか正面にいてもいいんだけど、間違ってはないんだけど、いや、もうちょい効率的なやり方があるよねって俺は思う。狐の鍵爪を解き放て。みんなウルト使ってく。もうウルト使うからね。もうウルト5つ入っちゃった。キリコボブが強いんだ。いいかな。私がついてる。で、俺が意識してるのは常に誰が何をしてるか。これ多分シグマのこと何も考えてないんだよね。 ここで一回ヒールしてあげて、結構放置だと思う。この間頑張ったよみたいな。で、こっちに全集中してんだけど、もうフェイド切った時点で俺だったらこっちをケアするね。だってほら見てほしいんだけど、でほらもう、はい、フェイド切ってもうシグマケアしなきゃ死んじゃうよこいつ。知らねえか。まあ、でも常に把握するというか、誰が何をどこで戦ってるかはすごいサポートで重要。いつでもどこでもケアできるのがキリコだから。視野広いキリコは味方を知らせない。もう大丈夫で、いいね、このサイドを一緒にアッシュと広げるのは。でサージあるから、あ、なると思ったバカバカバカ。まあ、これはウルトを理解してないって感じだね。これは正直1個前に5つ生えたのがダメですね。でも45秒まで生えたからいい守り、順調。質問ではウルト差で負けましたみたいなこと言ってたんだけど、ウルトでしか戦わない動きをしてんだよね。その正面でファームして、まあ、あんまピックとか発生しないじゃん、正面だけだったら。だからサイドをよく展開して味方とグワッてやってるとワンピックが出やすくなって、まあ、ウルトじゃないターンも勝てる。そしてウルトターンでボコスみたいな。 What is that melody?ここみんな5人ここにいるもん。これはもう敵がうめどんまい、うん、アッシュが味方を殺した。これアッシュ味方殺してない。ちょっと待って、これ見てて。悪気は全くないと思うけど、クソ笑っちゃう。あるあるだよ、アッシュで結構ドンマイ。でも本当にドンマイ。これは投げない。ドンマイって言ったけど、これもうみんな立ち位置同じ場所だからこそ、敵視点何も怖くねえんだよ。これ見て、全員ここにいるんだよ。敵のジョンウィック見てみよう。何も怖くない。あ、全員そこいるやん。もうフリーで撃てる。ここから撃たれることも心配しなくていいし、ここからなんかちょっかい出されることも心配しなくていいし、もう全員同じところにいるから適当にポンポン打ってたら誰か死ぬべみたいな感じよ。だからこうやってリーパーをペシペシ打って、まあ怠慢しろって言ってるわけじゃないんだけど、マークして帰れっつって帰らせてここ逆に打つとか、そういう動き。正面だけだとルシオキリコの動きだね。これポークキリコだから違うんだよね。ルシオキリコは正面でできるだけヒールして、まあ、鈴で敵の阻害をするみたいな感じだけど、バティストとかこういうポークマップは本当にエリアを展開しなきゃいけない。
これあのキリコタイマンするときテレポート先をあらかじめ決めてからタイマン挑む。これ結構生存率上がると思う。ここもバティストにひるまかせちゃってサイド取っていいと思う。上だね、サイドというか。このソルジャーのところ行きたい。一緒にソルジャーと上取って、まあ、ここは正面切りうると打ってとか。いや、もうこんなやつ無視でいい、正直。What's up? OK、 いいね。でもこれサイドにいる、まあ、キャスディも無視っていうか、返せるなら返した方がいいからすごいいいと思う。 OK、 で全員下にいるからこれめっちゃ刺さる。ほら、クソ強いい判断ですね。おいおい、おめっちゃ気持ちいい。いいスプレー。逆に言うと敵も全員正面にいたら今みたいにキリコウルトで一掃できるわけよ。敵のまずここにいたリーパー追い払ったじゃん、正面帰って。ここにいたキャスディも帰らせて、全員ここにいる状態だからウルトが刺さるんよ。でも逆にここにリーパーがいて、もしデスブロッサムでキリコのウルトのところバーって降りてきたら全員死ぬわけだし、守りなんだから自分でここ最初からいるとか、俺を追い払わないと後々めんどくせえよっていうポジション。さっきソルジャーがさ、この集団戦始まる前にキャスディと戦ってる時、このソルジャーめちゃくちゃこれ立ち位置いいんだよ。ここ超いい、超フリーでダメージ打てるし。で多分リーパーがテレポートかなんかしてくるんだよ、この上に。で、まあ、まずいっつって引かんといけないみたいな。あ、ここだっけ、ここだね。で、まあ、引いて、でも一緒にここで超いい判断、一緒に戦おうっていう、最高。ちゃんとそういう DPS、どこ誰が今サイド取って強い位置を動きをしてるかっていうのを把握するのはすごい大切。ここも正面じゃなくて上とかでソルジャーのヘルプした方がいい。これはドゥーム死ぬかな、どうせ突っ込むべ、やつは。予想通り。よっ、トリプルキル。これもソルジャーと一緒に上取ってたらこんなことなんなかったと思う。いつでも正面は戻れるわけだから、ずっとサイドにいろって言ってるわけじゃない。サイドに展開もして、横から敵があのカバーとかしてこないなら怒ればいいだけの話で、逆に敵が普通にやってくんなら、あ、じゃあ引きますっつって正面帰ればいい。うわ、結構ハックされたやつはもったいぶらずに鈴打っていいと思う。けどハック強え、てかボブ強え。ボブありがとう、今日もありがとうボブ。ちょっと一気に、あの構成による、あのイキリコしちゃいけないのはライブ構成の時、お互いしてみいいんだけど、俺がこんな強調することはない。ルシオキリコだったら正直みんなで団子になって正面で今の動きでいい。けどこのマップはポークマップであって、味方もバティストだったりアナで正面ヒール特化型だから、別に2人やんなくていいんだよ正面ヒールで。バティストは別に横取りしないし、アナも別に横取りしないから、そのサイドを取ってるやつをカバーするのがキリコになるってなんだっけ。だから常にどの構成でもこうサイド取れって言ってるわけじゃない、このマップのこの構成だからっていうだけで、それを分かってくるとオーバーすごい楽しくなるよ。もう全然戦い方違うもんキリコでも。てかこの構成の中のキリコ、多分ブリキッテとちょっと似てて、 DPS 陣と自分のアナをヒールする係よね、ほんと。そうそう、もう生きていい、こういう時。そうそうそう、それで サイド、なんで引いた、横行こう、横行こう。あなたはテレポートあるんだからいつでも帰れるんだよ、安全な位置に。もーっとサイド展開していいと思う。なんだその呪縛。ナイスカバー、ダリア。クッソいいチームじゃん。うわ、惜しい、カバー追いついたらクソ熱かったな。いいね、ナイスカバー。でもチームすごいいい、一丸として視野も広いし。だから多分これルシオキリコのキリコの動きをしてんだよね。そう、まあ、キリコは万能がゆえにいろいろな戦い方がある、本当にそう。ダリアは正直もうこれ変えなきゃきつい、このマップ。
強い。ナイス。そしてビームに変えると、これも、まあ、ペイロード押しててもいいんだけど、見て4人ペイロードいいんだよねこれ。誰かしらさ、アッシュと一緒にプレイしてあげてよ。アナもキリコも離れていい、正直これは。敵来そうになったらもうすぐキリウルトで。オッケー、いいね。でもすごいいいと思う。アッシュがなんで生きてんだ、このアッシュ。なんか奇跡のアッシュじゃね。あんだけ大人数に襲いかかられてたのに。あ、普通に歩いたんだこっちに。隠れたのね。あ、僕戦いません。これアッシュ上手いね、この人も判断上手い。今のは結果論としては良かったけど、俺はアッシュと一緒にプレイしたな。多分10回同じパターンがあって8回死んでるから、あのアッシュ今は奇跡的にその生き延びた2回だった。このアッシュと一緒に動く俺は。でも絡めんのがゲンジだけじゃん。アッシュのところに行く。これでゴーツーアッシュ、キャリーの顔つきアッシュをナイス。で一緒にもうボコレ、ツビオン、ツビオン、オッケー、いいね。あの助けにテレポートじゃなくて、一緒に最初からいたらテレポートで帰れるから、まあ、仮にあもう無理だこのアッシュバイバイって言って見捨てることもまあできなくはない。いいねこの立ち回り、自分は巻き込まれないでフルヒール。うわー、なんかこのターン勝ちたかったね。このターン勝ちたかった。これ正直バレてたらクソ意味ない。あ、CI 狙ってんのね。めっちゃ足音する。いけボコレ、負けんな。あー負ける。いや男は引かない。まあ現状やったら、はい、47秒無駄にしました。今のプレイで潔く死にましょう。ああいう時はうまい。うわこれ蘇生入んないか。しかも敵を蘇生できる。ああ一個前だね。でも全部はここのターンはできる限りのことした気がするけど、まあ、ここで57秒から17秒までの40秒を無駄にしたのはあるけど、あんま変わんないと思う結果。変わってたか、ハイヌーンあってキリコのウルト溜まって、これをもうちょい効率よく使えたかもしれない、蘇生を使わず。なのでまあこのまあ総括しますと、ポークコースへのキリコとラッシュコースへのキリコは別物であって、ポークキリコやるとき、例えばジャンカータウンだったりサーキットロイヤルやったりするときは、正面ばっかいると結局ウルトサ、そのマジで言ってた通りウルトサでボコられるんで、ちゃんとサイドの DPS トレーサーでもいいんだよね。トレーサーと2人で横取ったりするのも強いし、一緒にサイド取って正面にいたバティストとシグマとかがきつそうだったら戻ってくる、サイドから正面に戻ってくる動きも一つ自分の手札の中に入れてほしいなっていう。そう、自分がダメージ出せるキリコなのかそうじゃないのかをしっかり把握するべき。相方がアナとかバティならこれでもいいんだけど、まあ、ゼニーとかイラリーだと自分がメインヒール側、すごいヒールしなきゃいけない側だから絶対これはしちゃダメって感じですね。すごいいい指摘です。